応追ってくるよ。あーあ、食った。おっしゃ。でかっ。お。Z クローラーで52センチになりましたよ。朝一あそこの端っこででっかいのがこんぐらいのギル大好きだろうと思う。これいくらするんですか、これ。ちなみにこれ5000円ぐらい。高いのか。だってアユみたいなやつ1万ぐらいするんですよ。そうですそうですそうです。ほらやってんだ、あのギャン、なんとかギャング、なんとかギャング。あ、どういう動き。くる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 。ほんとだ。ただ、はい、大きいブルーギルは、はい、ここにいるんで、はい、それはバスロックオンしない、うん、あー2、3匹で群れるのはそのぐらいのサイズですか、はい、ちょっとでかいから、なんかミニは今来たんですけどね。パチャパチャやってればパチャパチャやってればあのヘラもほら絞ってると、はい、一応追ってくるよ。あーあ、食った。おっしゃ、でかっ。おっし、いやありがとうございます。いやいやいや、はい、バンタムに大きいでしょう。よいしょ、はい、ね、こんな感じでバカでっかいのが釣れました。おーい、ブルーシューターね。でこんな感じでタックルは後で説明します。とりあえずね、大きさでっかいでしょこれ。バッチリ、もうちょっと簡単に取る。サイズは56センチ。ねえ、口から56センチ。56。はい、ありがとうさん。はい、というわけでこれエプスのねブルーシューター190の方ね、これに大きなバスが釣れましたよっていうことで、今回ね買ったばっかりのこのバンタム、この竿をね使ってみたくて、で結構そうですね、コードネームバスを買ったからそれに合わせてちょっとごつい竿が欲しくて買ってみたよなんて言ってたんですけども、もう一つね使ってみたかったのがね、このブルシューターの大きいサイズ、これがね今の手持ちの自分の竿だと結構ねアクションがつけづらいというか、まあ竿の方がねしなっちゃって、こうなかなかね、あとはこの針なんかもね遠い針がついているから、魚がいざ食った時とかもねえ、うん、かかんないかななんて思っていたので、このねごつい、ね、シマノの竿をね、これ買ったらね試してみたいななんて思っていた釣りがこのブルーシューターだったんですね。で今回リールはですね、ビッグシューター、これねビッグシューターコンパクトっていうのを持ってるんですけども、もうビッグシューターの方ね、これが大きくて太い糸が入れられるっていうことで、で主にですねサメ釣ったり赤エ釣ったり、あとはねそうだ、岸釣りからのシーラーを狙ったりするときによく使うんで、なかなかねバス釣りの動画ではね出てくる機会が少ないかななんていうふうに思うんですけども、結構スプールがですね深くて、このごっつい PE ラインもねいっぱい巻けるね。でちょっと今手持ちのその他の竿がね巻物のもう少し細めの糸で使っていたり、あとはちょっとこの太い P ラインだと糸巻き量がな、少なくしか巻けないななんて思って、どのリール使おうかなってことで、このねアブのビッグシューターね、ちょっと昔のね型なんですけども、今でもねこういう釣りの時には使っております。久しぶりに登場っていう感じなんですが、まあバンタムと合わせたらね
まあこういう感じでちょっと大きいんですけども、しっかりとね糸が入れられて、まあ投げやすかったな、結構不安なくね投げれるっていうことで、こんなリールで組んでみました。で今回ですね、こういった大きめのルアーを使うっていうことで糸どうしようかなってすごい悩んだんですよね。そこでちょっと一巻き買ってきたのがこれ、アバニのキャスティング PX8 って書いてありますが、バリバス、ね、で6号で 300m だよっていうことで、これね海釣りのコーナーとかね行って売ってるんですけども、まあちょっと大きめのルアーとか投げてマグロとかキャスティングで狙うとか、そういった用の糸なのかななんていうふうに思いますが、バリバスで安定の高強度と優れた耐久性、はい、パフォーマンス PE ラインっていうことで、6号直径だとですね85ポンドね、85ポンドの強度があるよっていうことで、まあここら辺のね重めのルアー、これなんかだいたい 170g ぐらいありますけども、まあ不安なくね結構投げれたっていうことで、で自分はねリーダーつけないでこういう感じで PE 直結で、直結な代わりにまあちょっとね、スナップとか使わないでこまめに結び直すっていう、そんな感じのセッティングで使っておりますが、で肝心の釣り方なんですけども、結構ね平日なんだけども、雨予報で混んでる日だったのでね、あの順番待ちでこうリフトねウィーンって上まで、あのバッテリーとかエレキ上げるので便利なリフトがあるんですけども、しばらく待つなーなんていうことで、で桟橋でですねヘラのおじさんたちがちょうど片付けてたんで、ヘラどうでしたかなんてお話ししていたら、あー結構ねこの下がでっかいバスいるよなって、あんちゃん投げてみみたいになりまして、なんだろうじゃあっていうことで、まあこういう感じのバンタムね、これで重いルアー投げたらそういうでかいバス見に来るのかなーってボンって入れたらね、もうね速攻でね58歩ぐらいのがね数匹、複数匹ねこれ見に来たんですよね。でじーっと見てるけど食わないっていう感じだったんで、去年ぐらいからねもうあの大ブームの8トラップ、これ8の字で泳がしたら食っちゃうんじゃないのと思って、パシャン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 ねやってたらね、バスがもうどんどんね興奮状態になって、でガバチョーってね食いついてくれたっていう、そういう感じなんですけども、それでまあ上げてみたらね56センチぐらいあったんですが、びっくりしたのがこの竿がねごつすぎて魚がすごい小さく感じて、56って多分自分の中ではラージマウスだと自己新記録ぐらいになるんだと思うんですけども、抜き上げられちゃったんですよね。まあ針もこんだけごっつい針背負ってるしいけるだろうっていうことで、えいやーってねそのまんま勢いでね食った勢いで抜いちゃったんですけども、もう全くねこの竿がねびくともしないっていうか、まだまだまだいけるよってね、それこそなんだろう雰囲気的には多分シーバスの90とかも抜けちゃうんじゃないのかなっていうね、そんぐらいね、破格のスーパーパワーね、ド級のパワーを秘めている竿だっていうのがね、よく分かりました。スパイラル X コアとねハイパワー X ね、170ウルトラヘビーの SB っていうことで 800g までしょえるよっていう竿ですけども、まあそういうつもりで買ったんですけど、実際使ってみてですね大きめのバスをかけてみたら、あーなるほどこれは竿がハイパワーだから、ほんとねこういう大きめなルアー取り扱っていてもですね、ほんと不安なく投げれて、でアクションできる、結構ね長めのビッグベイトロッドとか8フィート近くある竿とか持ってたりするんですけども、やっぱちょっとねアクション入れてるとね手がだるくなってきちゃうなって、結構軽く仕上げられている竿なんかでやっていても、あ疲れたってなっちゃうんだけども、こうタックルバランスが合ってくるとこの手のこういう釣りも非常に快適に楽ちんにできるんだな、だからこういう道具ってあるんだなってのはね、あの片鱗は感じることができました。
でね、本当投げてみーって言ってくれたね、ヘランシのおじさん本当ありがとうございました。その後ねちょっとメジャーが遠くにあったんで、俺のメジャー使えないよなんて言ってね、測ってくれたりもしたんですけども、本当にね、なんですかね、全部の幸運が重なって面白い釣りでいいサイズの魚が釣れたななんていう風に思います。で、朝にね52センチを釣って、今回ね56センチが釣れたよっていうことなんですが、実はまだ先があります。これはねちょっとね、今年釣るのは難しいかな、どうかな、この竿買ったしな、あのルアーで釣ってます。これもねもうまとめてね近日中にすぐに公開する予定なので、こうご期待ということで、52センチ56センチときて、その先にまだありますということで、まあね、そんな感じでこういう動画どんどん配信していきますんでね、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。まああとね、買ったばっかりのこのバンタムのね、でっかいルアー用の竿、これで魚釣れてもうよかったねなんて人はね、ぜひねいいねボタンもよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV はそうですね、デプスのこれねプルシューターで釣れたよっていうのと、バンタム大活躍だったよ、ね、こんな感じですかね。はい、釣り子 TV でした。この感じはブルーシューター行けたってことはコードネームバス行けるんじゃないの、これデジャブ。続く。